茨城県下妻市にある千所神社へ行ってきました。平将門史跡です。平将門公が参拝したという千所神社、茨城県下妻市境大宝八幡宮の近くにあり、平将門がこの社にもで、その際の祈願文を秘蔵しているという。またその時将門公が清水を見出して行為の水と命名したとも伝えられている。今の鎮座地を朝境は裸眼来日立と下里の国境に在したところから、笹境堺ともかきか鎌倉時代以降は我が石で境里または小井京と記されてあり、祖曹操伝記に小井島と見えているのもかかならずしも、こじつけではない小門記や鹿が待つ用の下妻小津にも名家に小井京と記されてある。ご視聴ありがとうございました。これからも平将門関連の歴史史跡を巡っていきたいと思っております。よかったら高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。